止まってる、はい、待ってます。こんばんは。まだ誰もいないっす。こんばんは。あ、入ってくれてます、はい、ありがとうございます。まあ6人、え、6人、8人、10人見てくれてます。あ、ありがとうございます。何、ウェーブって返すの？ウェーブはこんにちはなんで。こんにちは、はい、はい、こんにちは、こんにちは。ウェーブ押すとこんにちは返しです。はい、ウェーブ返します。こんにちは、え、こんばんはだよ。こんばんはだね。皆さん、あ、うん、ちょっと目が悪くてごめんなさいね。見えないのよ、画面がね、ちょっとね。はい、聞こえてますか？お世話になってます。音声入ってます？聞こえてます？聞こえてないそうですよ。あ、こんばんは。あ、こんばんは。聞こえてる、あ、聞こえてるね、大丈夫ですね。はい、はい、じゃあ、よし、じゃあ始めましょう。はじ、あ、聞こえてます。ありがとうございます。やべ、間違えした。はいはいはい、ここはまずどこでしょうか？え、あ、いろはです。はい、どうも。あの、あ、はい、あ、はい、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ここはまずどこでしょうか？犬心東川口店にまた呼んじゃいました。はい、テンション低くないこの人。すごく低いんですけど。そう、あのほらね、まだちょっと操作情報というか操作ができないんですわ、はい、し、でまず見えてないのよね、ボタンがね。あれ、前回はいつもう1ヶ月ぐらいなんのかな。3週間前3週間前、はい、はい、前回3週間前で今日やってやる、今日やって、はい、はい、どうもすいません。はい、いえいえ、あのバタバタして、はい、でちょっとあので火曜日にインスタライブやるっていう話を佐藤さんがして、はい、はい、操作忘れたから来いと。そう、はい、まあ、いきなり呼び出しちゃいました。はい、ということでまた僕も来ております。はい、はい、あで今日はですね、はい、まずですよ、うちの可愛い子犬ちゃんのご紹介と、はい、その後この前ちょっとあのお店の紹介の一環で DS、 あのドッグスピリットワンコ社員さんの話をさせていただいたんですが、その後ちょっと何件かお問い合わせが入ってしまったので、ちょっと詳しくそこをご説明できれば良いかなっていうことと、あとちょっと新商品のご案内と、あとイベントね。そう、イベントは最後にしましょうか。イベントの紹介なんで、ね、うん、そうですね、ちょっとね、はい、はい、させていただければと思います。はい、なるほど、はい、なので、DS、生態ワンちゃんと DS と商品紹介イベント、はい、これをやるということですね。はい、はい、で、はい、じゃあまずワンちゃん、はい、はい、にゃ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 、この前紹介した子たちはみんな決まっちゃったんですよ。あ、お迎え決まったんですね。はい、よかったですね。で、みんないなくなってしまってですね。はいはいはい、はい、僕のママを探しています。あ、シルバーの子、うん、そう、今お声はね、何件か、うん、かかってるんですけれども、はいはいはい、まだ決まっていないので、うん、ぜひ皆さんにご紹介をと。ちょっとシルバーになったと思いませんか、前回よりも。そうね、そうだね、見てみて、前回ブラックみたいな話でしたもんね、うんうん、顔周りがだいぶシルバー感が出た、うんうんうん、あ、おっとりさん、そう、おっとりさん、もうね、僕一人になっちゃって寂しいのですよ今。え、東川口店ではこの子だけに、はい、オンリーワンになりました。オンリーワンになりました。オンリーワンになっちゃったので。なるほどなるほど。僕遊び相手がいません、うんうんうん、なのでぜひ皆さん会いに来て、ぜひママパパ募集中ですのでお願いします。うん、大きさはね、ちょっと大きくなったかな。そうだね、っていう感じです。僕もだから3週間ぶりだけど、一回りむっちりしたかなって感じですね、うんうん、でもまだ細身だよ僕、うんうんうん、まだ大丈夫、全然。お誕生日が、はい、7月の中旬の子ですね、はい、なので4ヶ月ぐらいになりますかね、うんうん、はい、4ヶ月、うんうん、そうですね、ワクチンももう終わってる、はい、全部終わりました。お散歩もできる、できる、はい、できるよ。そうですね、で今あのいろんな子と遊んでて、うんうん、そう、シルバー感出てきましたよね。だいぶ色が早いです、この子抜けるのが。なので多分これからの色変わり見てください。手なんてもうこんなに色が抜け始めてるので、うんうん、多分結構早くシルバー感が出てきて、でおっとりは変わりません。そうですね、はい、なんかよりおっとりというかマイペースと言いますか、うんうん、その感じはもうずっとなので、
ぜひなんかちょっとでもシルバーにご興味がある方とか、うん、ちょっと大きめのプードル好きな方はぜひ会いに来ていただけたらいいなと思います。これだけなんかしっかりしてる子もなかなかいないので。そうですね、はい、お顔もう一回見せて。痛い。お顔はこんな感じ。あ、かわいいですね。あ、いいですね。いいですか。あ、いいですね。僕かわいいですか。はい、ワクチン終わってるから、はい、顔合わせ的なのは大丈夫。はい、大丈夫です、うん、多分見ていただいてる方ってね、もうワンちゃん飼われてる方なんで ね、4ヶ月です。7月の中旬までなんで、はい、4ヶ月になりますね。でワクチンも終わってる子です。ちなみに2キロぐらいです、うんうん、体重は。将来的な展望は5キロぐらいになりそう、ね、ちょっと今細身だから、うん、そう感じない方も多いと思いますけど、骨格はしっかりしてますので、うん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 、5キロぐらいは多分出ると思います、間違いなく。はい、でも、ね、そうシルバーね、なかなか最近見ないからね、うん、いないですし、探してる人が多いようなお話はよく聞くの で、やっぱララポートでも言われますよ。ですよね、うん、シルバーの子いないですかね、うんうん、っていう。お店にも遊びに来てくれる子犬ちゃんたちでシルバーってほとんど見かけないので、うん、多分ちょっと物珍しくなってしまった色なのかなとは思わなくもなく。そうですね、うん、で今のこの色変わり感は今しか楽しめませんので、うんうんうん、逆に早く会いに来てくれたらいいなと思います。僕前回会ってからこんだけね、うん、顔周りの色が抜けてるっていうことはね、そうなんですよ、ね、早く迎え入れたらその分見れますからね。見れます、うん、見てみて。あ、はい、はい、いつでもお迎え可能ですよ。可能です、大丈夫です、ご安心ください。健康状態もバッチリ、はい、今いいです。はい、イエーイ。探してます、ね、探してえもう探してる方もやっぱり、ね、いらっしゃいますね。あ、ララポートの常連様です、あら、はい、ぜひ、はい、あ、なんならララポートにお連れしましょうか大丈夫ですよ、いつでも行ってください。そうですね、はい、で今だからワンちゃんも飼われてない方は別にどのタイミングでもいいですし、うん、なんか兄弟としてっていうことであれば、うんうんうん、ワンちゃん連れてきていただいて ね、はい、結構やっぱり相性合うかどうかって悩まれる方も、ね、心配な方も、ね、いると思いますので、うん、あとそれも大丈夫です、ね、はい、ワクチンが終わってるので、うん、上でちょっと一緒に遊ばせてみるとか、そうですね、ちょっとお散歩体験してみるとかね、はい、そういうのもいいかもしれない、はい、やってみたら良いと思います。でもこの人ちょっとマイペースすぎるのでそういう意味ではちょっとなんかちょっとあれって感じになる時もあるかもしれませんが、うんうん、でも遊べるこうっていう印象はすごく強いんじゃないかなと思いますので、うんうん、ぜひともよろしくお願いします。はい、アプリコットメス飼ってます、あら、いいんじゃないですか、はい、うん、お相手にシルバーとかどうでしょうかねあのなかなかいないですから。普段は、お店入ってすぐここで、ね、ここにいます、はい、ここがシルバー君のお家ですね今。はい、はい、わがままな羽根でも大丈夫ですか。大丈夫ですよ。結構ね、お家の子がわがままさんとかしっかり者の子の方がこの子には合ってると思います。うん、引っ張ってもらう感じで。そうなんですよ。で、この人もあまりそこ動じないので、うん、全然気にならないかと思います。割とマイペースですよ。本当にびっくりするぐらい。自分の遊びたいタイミングで遊びますみたいな感覚が強いですから、うん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 、ぜひぜひっていう感じですね。よく言うとまったりさんみたいな感じかな。そうですね、うんうんうん、本当にちょっとそういう意味ではお気に入りのおもちゃがあって、スリッパの形のおもちゃなんですけど、うん、もうそれずっと加えてるとずっと遊んでたりするんでもうそういうところがある子です。それがね、いい個性としてね。そう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 、すごい不思議とこの可愛さなかなかね、なるほどね、うん、子犬っぽくないところがあるかもしれません。だからちょっとキャピキャピしてるのとはちょっと違うかもしれませんね、うんうん、ララポート行きます。はい、あ、今はね、今東川口です。あ、今この子ね、この子東川口、この子東川口にいます。東川口にいますよ、ね、もし、はい、会いに来て見たいっていう方で、どうしてもという方はぜひ、そうですね、一歩を先にこちらに入れてください、はい、お連れできない。ララポートは今猫ちゃんですね。はい、はい、かわいい猫ちゃんでしたよね。そうですね、はい、インスタでもちょっとなんね、うん、動画で何件か上がってると、そうですね、ブリちゃんとか超かわいい。ブリちゃんかわいいのよ、うん、ブリちゃんかわいい、ね、あ、私ブリティッシュショートヘア飼ってるんですよ。あ、そうなのうちにいるんですけど、あれはいいですよ、すごいマイペースなんで。今はこの子。あ、はいはい、そう、脱線してる、はい、脱線してる、はい、じゃあその子だよ。はい、はい、シルバー君がまず今東にいると、はい、で前回ライブでした子はもうみんなお迎えが決まったと、はい、はい、なのでということです。ぜひ会いに来てください、うん、7月の中旬までの男の子です。男子です。はい、でワクチン終わってるんでお散歩もできます。できます。おうちの子と顔合わせもできる。できます。はい、いろいろできます、うん、ぜひぜひ来てください。ブリちゃん、あ、可愛らしいですね。あ、ブリちゃん可愛いです、うん、ぜひ会いに行ってあげてください、はい、あ、こんばんは。
今度はあれですね、あのララポートでも犬心ライブやろうかなと、はいはい、そうですね、うん、ララポートはいつもフェレットワールドの方のライブばっかなんで、じゃあ犬心ライブも、うん、はい、はい、ちょっとぜひあの猫ちゃんの可愛いのが、そうですね、本当に勢揃いしてるんで、うん、ぜひぜひあちらでもやって、はい、前向きに検討します。あ、はい、あ、はい、お願いしますちょっと、ね、すいません、はい、お願いしますということで、はい、シルバーくん情報でした。はい、あのインスタグラムでもきっと上げてくれると思うので、はい、またこの子フューチャーしてアップしてください、はい、ぜひ、はい、ではお願いします。はい、いや僕バイバイって言いながら、実は僕、うん、あ、僕ね、で次の行きましょうか。はい、でこのでこれこの人着てるお洋服分かります？ちょっと反転しちゃってるんですけど、ね、これ、ね、犬心って入ってるんです。ちょっとインカメから外カメにしますね。はい、え、分かる？分かんないか、見分かります。はい、こんな感じ。お洋服なんですが、そう、あのこれ、はい、ここ反転してるんですけど、これは反転しないです、もう外カメなんで大丈夫です。あ、外カメか、はい、はい、これね、この前ちょっと、うん、最後終わりかけに紹介してたお洋服 DS ドッグスピリットってやつですね、はい、今シルバーくんが着てるのがこのお洋服が、はい、ね、ドッグスピリット の、はい、犬心っていうロゴが入ってるやつですね、はい、これがですね、ワンコ社員さん のシステムがちょっといまいち私たちがきちんとご紹介しきれてなかったのか。そうなんです、前回皆さんあまりご存じないかなと思って触りのお話をしたら、なんとなんとお問い合わせがすごかったということで。そうなんですよ、はい、その後数日の間で何件もお越しいただきまして、はい、お客さんがそれってどれですかって、案外このワンコ社員さんの制服であるということを知ってる方もいらっしゃったんですけど、まあ、詳しくどれなのとかどういうシステムなのということでなってる方が多かったので、基本ね、この会社ドッグスピリットっていうのはワンコちゃんたちの会社です、うん、ワンコちゃんたちの会社で、ワンコちゃんたちが犬心というお店を紹介するための宣伝活動をしている会社です。そうですね、という、はい、一応話会社というものがあるというふうにご認識いただければまず良いです、うん、でその宣伝活動に用いているのがこの制服。はい、そうですね、はい、制服を着てお散歩していただいたり、まあ、お店に何より出勤をしていただいて、お店の良さを皆さんにアピールをするということを目的にしてもらっているこの会社さんなので、うん、基本まずこの制服を最初の1枚はご購入いただきますというところです。そうですね、はい、コメントで今日ワンコ社員 T シャツ着てお散歩しましたよってあります。あ、素晴らしい、ありがとうございます。でもこれがまさにこのお仕事なんですよね、はい、はい、人間はこうね接客をしたりとかありますけど、うん、ね、はい、ワンちゃんとしてはお洋服、うんうんうん、犬心のお洋服を着てお散歩してもらうと、このお洋服何ですか、犬心っていうところのやつなんですって言っていただくことが、はい、お店のお仕事になるってことですね、はい、お店のドッグスピリットという会社自体が犬心を宣伝する会社なので、ぜひ犬心のロゴのこのシャツを着ていろんな場面にぜひ行っていただける、例えばイベントとかね、そうですね、あとお店さんとかに行っていただいて、うん、ぜひお話ししていただけるとすごく良いなって思うんです。そうですね、でお店の良さをご宣伝いただくのと、お店に来店して要は出勤していただいた時にこの出勤カードというものを一緒に制服を買われて、ご興味がある方はこの、あ、こっち、はい、あ、これ、はい、はい、出勤をしてもらうというのが基本的にはなるので、カードが出るんですよ、出勤カードというカードが、はい、なのでまずお店の、あ、これが、はい、これ分かります、はい、はい、これが出勤簿です。そうです。このドッグスピリット、ね、洋服を買ったらこれがもらえます、はい。はい。お客様のお名前書いて、ワンちゃんのお名前が書く。はい。で裏面ですね。こんな感じ。こんななってます。これはなんだというと、このお洋服を着てお店に来てもらうと、はい、僕ら店員さんがスタンプをします。はい。いや、出勤簿なんで、はい、出勤の印が押されるということです。はい、感じ的には、はい。で、はい。30回来てもらうとスタンプ全部がたまって、
売ってない赤 T シャツっていうのがもらえるという形ですね。これではないんですけど、そう、赤いこの色、この感じの赤い T シャツが、はい、あの配布されるんです。こんなやつですね。あ、そう、このチョコちゃんが着てるやつ、はい、しかもお名前が入る、はい、ここに名前が入ります、はい、という特別なものがもらえると。はい、はい、これあんで、あの初めがですね、実際のところこの見習い社員からスタートしていきまして、うん、このカードが30回終わると次に正社員のカードになるんです。でそのカードも実はナンバー2まであるんで、ナンバー1ナンバー2とありまして、その段階1個ずつのカードがクリアすると次はパーカーがもらえますとか、うん、ちょっと別の可能ね、名前が入ってますけど、こんな感じのものがもらえて、で最後は宣伝部長っていうところに目指していただくんですけど、そうですね、要は昇格していく感覚ですね。まず見習いがバイトみたいな感じですかね。そうです、はい、バイトさんから人間もそうですね、うん、社員さんに上がるときって基本的には、まあ、ちょっと試験とかテストとか何かこうバイトの条件で綺麗にできて初めて正社員になりますっていうところをやっていただかなくちゃいけないので、見習いのこの鉛筆マークみたいな、このあ、そう、鉛筆マークみたいなところでテストがあったりします。はい、これでいうと8日目、8日目と18日目あと27ですね、はいはい、この鉛筆があるところ、鉛筆のマークがあるところがその要はテスト日みたいな感じですね。でそのテスト日をクリアしてもらってもう正社員になって初めて正社員っていうところの位置づけになります。そうするとお洋服が変わるっていうことですね。ですもらえ新しい赤いシャツが1枚増えるっていう感じですね。そうですね、はい、で基本的にそこからまた進んでいって最終ラインが宣伝部長という位というか、人間でいうなら昇格してる状態ですね、昇級してる状態になるので、そこを目指していただくと、これではないんですけど今度はここに宣伝部長って入った制服が今度はあの最終的に、はい、出てくるのですよ。ちょっとまだまだ宣伝部長さん数が少ないですから、あのそれだけ通ってくださってるということになるので、ぜひお見かけしましたら、うん、ぜひいろいろお話を聞いていただけると、そうですね、だ 犬心をよくご存知な方っていうふうにはなるかと思いますので、うん、ぜひ楽しんでそこっていうところですね、うん、でこの途中経過にあるいろんなマーク、多分なんかこのこれかな、この辺とかこれとかちょっと気になるところがあると思うんですけど、このお金のマークみたいなのが、まあ働いてますから皆さんお給料が出ると思っていただければ良いです。でワンコ社員さんはなので、この見習いの時で言うなら5日目と15日目と25日目にお給料が存在してくれるんです。いいですね、月3回もらえる。そう、月3回っていうか3回来たらね。そうか、そう、3回来たら3回なんですけど、ね、まあでもあの3回もらえるというところがあるので、それがまたあの、まあ、ワンドル札っていうちょっと特殊なお金になるんですが、このこれね、チラ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 、そんなチラチラするんだって、はい、これ500ワンドル札、はい、こちらが500円券としてあのお買い物などに使っていただけるんです。日本円にすると500円、そう、日本円にすると500円、まあ、うん、あの世の中的にはここのね会社のだけの紙幣みたいになってますけど、うん、500円としての扱いをあの犬心ではしております。はい、ドッグスピードでは500ワンドル札です。はい、はい、でこれを、まあ、もらうことができるのが3回あるよと。そうですね、この5、15、25のお金マークに、うん、ハンコを押されると、うん、この500ワンドルがもらえる、割ってもらえる、はい、で要は全部貯めたらこうなるわけですよ。1500円、うん、なるほど、ね、1500ワンドル札になるわけですよ。でもこれはお仕事してくれてる対価ですね。そうです、そうです、きちんとそこがあの皆さんお仕事をしてもらえたものになるので、あのワンちゃんの何かおやつとかね、そういうものに還元していただけたらすごくいいなと思います。はい、で、ね、飼い主様はちょっとその出勤とか犬心の紹介のサポートを飼い主様にはお願いをしたいということですね。ワンコちゃんがその出勤するときにちょっと付き添っていただくとか、あのぜひそういうところを手伝っていただけるということをあの飼い主様には期待してますということですね。はい、なのでちょっとワンコ社員さんはあのシステム上はちょっと初め
から最後までの道のりが少しこう段階が上がってって少し長く感じる方もいるとは思うんですけれども、お店にこう長く通うからこそいろんなあの良いところとかをこう皆さんにご紹介できる機会が増えると思いますので、ぜひそこは皆さんにちょっとガンガンアピールしていただけたらありがたいなと思っております。はい、で今ちょっと企画中になるんですけれども、今後 SNS でもあのこのドッグスピリットさんたちの社員さんたちにあの写真をねこうちょっと撮らせていただくのにモデルさんをちょっとお願いしたいなっていうことで、あのちょこちょこ依頼をすると思います。例えば今週遊びに来てくださった方、こんな商品の紹介でちょっとモデルさんさせてもらえないですかとか、してくれないですかってことで依頼をするかと思います。あの特にインスタグラムの方では、なのでちょっとそういう時にはご協力いただける日があればぜひお越しいただいて、あの写真撮るのをお手伝いさせていただいて、で SNS にちょっとそれを写真を使わせていただきますっていうことが今後出てくると思いますので、ご協力いただけるとすごく助かります。はいはい、DS 分かりましたか、ドッグスピリットさん、はい、でお洋服が DS のそのお洋服ですね、制服というのがこんないろいろと色があったりね、あの洋服に特徴があったりなどいろいろあります、うん、この辺は光るんですよ、はい、これは反射材がついてるやつですね、はい、でこの辺はすごく伸び縮みが良い、ビヨーンって伸びるタイプ、はい、はい、一つあのその犬心の DS というお洋服ですけど、まあ、うん、お洋服自体にも特徴がありますので、はい、まあ、もう本当お好きなお色、お好きな形状のものを 1.5 ご購入いただくことで DS に入ることができるという資格になりますね、はい、だから決して犬心でお迎えした子だけじゃないとか、した子が入れるとかじゃなくてどなたでも入っていただくことができるっていうのが特徴ですね、はいはい、お洋服を着ていただける方であれば、うん、正直どなた様でも、はい、はい、構わないです、OK、 なので、はい、なのでね、ハードルはないですし、はい、さっきお見せしたそのスタンプ押す出勤簿ですね、これ別に期限ないんでね、そうなんですよ、はい、あの有効期限がいついつまでにどこまで出勤しなきゃいけないとかでもないので、なのでもし夏休みとかでお仕事全くないとかだったら30日連続で一気にパンパンパンでもいいですし、1年に1回しか来れないで30年かかってもいいんでしょ、あ、そうですそうですそうです、1年に1回ずつ押していけばね、はい、だからちょっと長丁場でもよければそういう使い方でももちろん構わないですし、まああのお休みというか行けない期間が空いてしまったとしても、うん、そこは問題なく、そうですね、はい、はい、ただ来ていただいて出勤を押せるのは制服と出勤カードがセットの時のみ、うん、ということになりますので、うんうん、どちらかだけっていうのがないようにしていただけたらすごく良いなと思います。ありがとうございます。でコメントで先ほどあの今日 T シャツ着てお散歩したっておっしゃった方、はいはい、インスタのストーリーもアップしましたっていうコメントもいただいてますし、はい、あとは別の方、明日も出勤しますというお声もいただいてます。もう気合の入ったお言葉ありがとうございます。ありがとうございます。もうぜひいっぱいです。来ていただくと、うん、逆に言えばその出勤を多くしていただけてるとその分ワンちゃんとあのスタッフがね、はい、まずスタッフが仲良くなりますから。いやまさに僕がそうですね。あ、そうですね、はい、岩波さんは今そうかと思います。今カメラマンやってるあの岩波なんですけど、もともと僕フェレットワールドの店長だったんですよね、はいはい、で、ね、数年前に犬心の店長も掛け持つ形になって、はい、兼任しておりますので、はい、でまずお客様のことを覚えたのはやっぱドッグスピリット、そうなんですよ、ね、DS でスタンプを押していくうちに、うん、僕もお客様もワンちゃんのことも分かりましたし、うん、そうなのでぜひこうスタッフさんと仲良くなるっていうきっかけにもなりますからね、うんうん、そうですね、それは一番大きいかなと思いますよね、はい、うん、でちなみに今ここ東川口だから言いますけど、はい、これララポートでももちろん出勤簿押せます。もちろん店舗の縛りないです。あ、そう、ただ店舗の縛りないんですけど、うん、一つあのお願いがあって、うん、1日でララポートとあの東川口両方で両方押せるかさ、それはないです。そうですね、そこがちょっとはっきりしてます、はい、そこは気をつけてくださいね。両方行ったから2個もらえるとかではちょっと正直なくてですね、気持ち的に押してあげたいけどね。いやも もうダブルで行かれるなんでね、そうもうバッチリな、はい、だからあの実はスタンプの色が違うんですよ。そうです、あのララポートの方は赤スタンプになってるんですけど、はい、東川口は緑スタンプになってるので、うん、それでもちょっと実は出勤の色のなんか違いで、あ、この店舗にも行っていただけてるんですねというのが分かるようになってます。
はい、なんでそこは逆になんかこうちょっとスタンプを見返した時に、あ、何日前にしか行ってないわララポートとか、うん、逆もありますよね、東川口に1回しか行ってないわって言ったら、ぜひあの両店ちょっとずつ増やしていただけたらすごく嬉しいです、はいはい、僕ら両店長としてもそうです、ね、あのお客様がね、うん、両方行っていただけるようなお店目指したいなっていうのがありますので、無理はなさらない程度にお願いします。はい、ぜひお願いいたします。はい、お洋服小さいサイズありますかってコメントいただいてます。ね、小さいサイズありますよ、はい、ありますけど何キロぐらいの子なのかしら、ね、これが一番ちっちゃいから、はい、SS クラスのだいたい2キロ弱とか、うん、そのぐらいから着れる子ですかね、ございます。はい、はい、で逆を言うと大きいサイズがあんまりないんです。そうですね、はい、はい、あのまだ若干はあるんですけれども、ちょっとだから大型系の子でっていった場合はちょっとご用意できる場面とできない場面があるので、一度スタッフにお問い合わせいただけると助かります。うん、ちょっとこんなに選べたりとかはしなくなってしまうので、はい、そこはごめんなさいなんですけど、大きい子の一応はご用意が数枚ですけどありますので、うん、はい、あとはね、ご希望のサイズとかお色がなかった場合、うん、あのララポートになければ東川口から取り寄せもできますし、はい、逆に、はい、東川口にないものをララポートからも移動できますので、はい、はい、ちょっとね、ここの売り場見てなかったから、ああ残念というよりかは、はい、一言スタッフにお声掛けいただければ、そうですね、そこはご対応させていただきます。はい、大丈夫そうですか。うん、大丈夫です。まずそこにご質問ございますかね。はい、ドッグスピリット DS に関してご質問があれば、はい、聞きたいこともしありましたら今お答えさせていただきます。あります、何それって特になし。ワンコ社員さん大丈夫そうですか。大丈夫かな。はい、お洋服です。見慣れてる方もね、なんか見たことあるっていう人は実は多いんじゃないかなとは思うんですけど。そうですね。あ、今後お色増えたりしますか。はい、ちょっとね、はい、不定期にはなってますけれども、うん、お色も増やしたりしております。そうですね、年一ぐらいで、はい、あの、はい、新しいお色を僕ら、実は僕らが決めてるんですよね、うん、はい、まあ、大変なんですよ決めるとき。そうなんです。まず男と女でね、色合わないですしね。そう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 、はい、男女でね意見が割れるんですよ。そうなんです。そもそもそうだから、ちょっとね、調整するのが難しいところがあるので、はい、今後はなんかね、ちょっとあのインスタライブとかも始めさせていただいてるので、うん、皆さんがどんなお色好きかとかも事前にちょっと聞けたらいいかな。そうですね、そういうアンケートもありですね。ね、ですよね、うん、皆さんの好きそうなお色を教えていただけると、まあ、もちろん流行りとかもあると思うんで、その時によって違うものがあると思うんですけれども、意見があればぜひっていうところですね、はい、まずはここにあるね、はい、今期のものとかが完売になってくだされば、うんうん、より早く展開するかもしれないんでね、まず皆様に DS を認知していただいて、はいはい、これからどんどん増えていくことをまた期待したいと思いますので、そ、はい、そしたらバージョンアップした制服が、そうですよ、はい、そうですよ、用意できるかもしれません。そしてお仕事が少しずつ増えていくかも分かりませんので、うん、その時はぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、はい、大丈夫ですかね。はい、今日は佐藤マネージャーがまた喋りすぎないように僕ついてきたんですが、あれあれ30分予定がもう28分になってますね。まだまだかかりますね。こんなにかからないか、はい、私どこいた、はい、実は商品の紹介を1個入れたくて、あ、これです。あ、DS はもういいかな。あ、まずそうだな、そうですね、あの DS のちょっと質問事項で少し入ってきた方がいて、はい、そうちょっとね、面白ポイントというか会社だなっていうポイントが、うん、そうこれ伝えたい方がよかったな。ここには、はい、ね、ちょっとお伝えしてなかったので、じゃあ人間の会社でも特に大事にされているという、うんうん、福利厚生、これこれ優遇制度ってやつです。はい、はい、そう DS これをお伝えしなきゃいけない、うん、そうですね、はい、給料し、あ、まあ、もちろんお給料がさっきありますという話はしました、はい、でまずその昇給がありますという話もしました、はい、まあ産休が OK です、はい、要はお休みがあっても大丈夫ですっていうことと、あとリフレッシュサービスというものが実は存在していたりとか、ボーナス支給も実はご用意しております。これボーナスは結構大きいです、実は。はい、ね、これこれね、ボーナスがいくつか実はあるんですけど、ここで見た方が良いかな。ボーナスポイントというものを実は貯めてくださいっていうお願いがあって、これ分かります？
ちょっと見えないかな。大丈夫です。制服購入のポイント、つまりですね、制服を1枚例えば新調します、新しいものをもう1枚買います、もう2枚買います、もう3枚買いますって言うと、それにプラスで制服購入ポイントというのがくっついていきます。あとは社員スカウトポイント、要はお友達をこのドッグスピリットに誘っていただいて、その方がドッグスピリットに入っていただいた場合にもポイントがついてきます。わかります意味、うん、あとこのお友達獲得ポイントっていうのは、犬心を知らない方にお友達紹介券なるものが実は存在するんですけれども、これ入社した時にプレゼントもできるんですが、名刺にも実はついてるんですけれども、この紹介をしていただいた方、まあ、要は犬心を全く知らない方がお店に遊びに来てくださって、利用してくださいましたよってなりますと、その紹介者の方とそのお友達と両方に実はちょっと企画としてはプレゼントがあったりします。はい、これがボーナスポイントというものになります。でボーナスポイントはこのカードがいっぱいになった際に、これね、全部30日間出勤しましたと言った際に、ここのボーナスポイントの特典に対して、これも実は臨時のお金が登場するのですよ。お給料が出るんです、実はボーナスとして。なのでボーナスポイントがこうちょっと獲得されていく方は、5個貯まってたら2500万ドル札がその時にまたこの30日間来た時に追加でボーナスをもらえるみたいな、すごい制度なんですよ。なのでぜひそこは頑張ってボーナスポイントで稼ぐという方法もありますので、うん、いろいろやってください。わかりますかね、はい、なんとなく。はい、 OK です。そういう福利厚生もついてます。あります。はい、はい、これね、はい、こういう感じです、うん、これもまたあれだね、うん、インスタグラムに、そうですね、はい、このちょっと細かい情報をぜひ上げさせていただきたいなと思いますので、うん、はい、またじゃあインスタにアップしていきます。それは知らなかったですというお声があります、はい、じゃあもうぜひですね、はい、もうまたいつまでもっていう感じ。あ、そうですね、これ何どこで紹介した、ここで紹介した方がいい、はい、はい、じゃあ向こう戻ります。はい、実はだから DS は奥が深いので、ね、そうですね、うん、でちょっとじゃあ DS の話は以上にさせていただきまして、ちょっと新商品のご案内です。そうですね、これは僕は知ってますよ、この商品、はい、これ実はこれ正規のパッケージではなくてですね、この商品自体はもうちょっと立派なものになって登場するんですけれども、この P のパーフェクトシリーズにデンタルジェルが登場することになりました。はい、このちょっとわかるかな、このトロット感、はい、見えますよ、見えますか、はい、今までオーラルプロというお水の商材があったかと思うんですけれども、歯磨きの時にちょっと歯ブラシをする際にですよね、ちょっとつけにくい方とか、もしくはあちらの商品がちょっと酸っぱい感覚があって、ちょっとワンちゃんとかフェレットちゃんが苦手ですっていう方とかがいた時のためといいますか、甘みのあるジェルタイプをお作りしております。でこれが12月に発売となりました、はい、ピポピポって感じ。あ、これね、これがオーラル、そうですね、これが今までデンタルでメインで使ってたオーラルプロの方ですね、はい、プロの方はもうちょっとパッケージがねちょっとあれなのかもしれないですけど、こういう長っぽい感じのこういう商品だったのかな、はい、液体ですね、はい、水ですっていう感じだったものが、うん、使いやすいっていう声も多かったんですけど、歯磨き粉みたいな感じで使うのとかはね難しかったので、まあそういうお声が多かったから結構前から僕ら着手はしてましたよね、うん、そうなんですよ。でようやく、まあ、完成して、はい、商品化されますよというものになります、うん、僕は商品化されますは知ってました。あ、商品化されますは知ってました、はい、そして、はい、さっき佐藤マネージャーから12月に行くと、うん、そう12月に発売が、はいはい、されますというところまでが決まりました、はいはい、決定になりましたので、
ぜひ。で、あのチャイムイーノが柿渋が入っているんですよ、うん、これで柿渋が入っているので、あのちょっとこう炎症を抑える効果とかが、うん、殺菌効果があるといいますか、はい、炎症を抑える効果も実は強くなっていて、で今までと大きく違うのが甘いんです、うん、ちょっと舐めてもらうと分かるかもしれません。そうですね、あの飼い主さんもぜひ舐めてみてもらえたら良いと思うんですけど、甘いのであのペトちゃんたち、まあ、猫ちゃんとかも含めてだと思うんですけど、ワンちゃん猫ちゃんフェレットちゃんたちがこうちょっとこう抵抗がないんじゃないかなって思うようなお味になってますので、うん、コメント入ってますけど、やっぱりオーラルプロはちょっと酸っぱいですよねっていう声があったりとかね、はい、ちょっとそういう意味ではなんか、はい、それが最初苦手って思う人、うん、あの慣れると大丈夫なんですけど、そこに行き着くまでがちょっとっていう方は、歯磨きをする際は、まあ、これなんかうがい感覚でこれみたいにこう使い分けをしていただけるようになったかなというですね。そうですね、そうですね、はい、まあ、逆に楽になったからじゃあジェルだけにするっていうよりかは、うん、もちろんダブル使いに越したことはないですよね、うん、そうです、はい、そうです。で同じような感じだけどちょっと使い方が違うっていう、うん、そう、用途がちょっと違いますっていうところですね、うん、でこちらのオーラルはいろんな殺菌力のことがあって、ちょっとお耳とかのお掃除に使ったりもできますよってご紹介もさせていただいたことあると思うんですけど、こちらはどちらかというともう要はデンタルに特化したっていうところになりますので、お口のその歯磨きジェルで普段何かこう入れてあげないとなかなかちょっとお口を開けてくれないよとか、そういう方はまず舐めさせてみるっていうのもありかなっていうのと、使ってって言ってこうちょっとあの私たちもお試しで使っているんですけれども、お試しで使うとですね、使ってるのと使ってないのだと匂いの出方とか赤みとか、あとはよく言われるのがあのよだれのベタベタ感みたいなものがすごく少なくなりましたっていうお声がありました、うんうん、なので歯ブラシをした時のそのちょっと変わる口の中のイメージ的に変わる感じはちょっと強いんじゃないかなと思います。でそういう方は歯ブラシの時はこれを使うけど、朝晩のケアの時はこれを使いますとか、うん、こう本当にちょっと使い分けをしていただけるのが本当ありがたいん で、ね、ちょっとこういったものが登場します。歯磨き粉とモンダミンですね、はい、あ、そうですね、分かりやすく言ってくださいましたね、はい、いや忙しかったらモンダミンでもいいけど、歯磨きして、はい、歯磨きし終わってから、はい、さらにお口クチュクチュすると、はい、より綺麗になるよねってことですね、はい、はい、で忙しい時とか、うん、朝のお口がなんかちょっと匂うわみたいな時はこれ で、うん、そうですね、朝から歯磨きが大変よって方も多いと思うんで、朝起きたら、ね、口がね、うん、なんか寝ちゃってしますからね、うんうんうん、そう、それを、まあ、防止するためのものと、うん、まあ、ちょっと歯磨きをする時に使うものと別でちょっと考えていただけたらなと思います。しかも柿渋入って色ついてるじゃないですか、うん、でこれ色ついてるから歯ブラシとか、まあ、お口につけて、うんうん、洗い残しがあるかどうかが見やすい、あ、そうね、これはねありましたテストで、はい、やってるつもり、そうそうそう、やってるつもりなんだけど、ね、ちゃんと磨ききれなかったっていうのがあったけど、ね、これはねある意味色がついてるのでしっかりと磨けるっていうのが、逆に言えば分かりやすくなったかな、ね、っていうところではあると思います、うん、それも利点ですね、はい、はい、佐藤マネージャーいっぱい来てますよ、何でしょう、はい、はいはい、通販でも買えますか、はい、あの、あ、そう、すぐにはね難しいかもしれないんですけど、多分店舗販売が先になるかと思います。そうですね、はい、ちょっと時間が今回通販までにはかかりそうな感じですよね、うんうんうん、なのでちょっと先行してお店での販売になっちゃうかなとは思います、うんうん、もちろんいずれは通販でも考えておりますので、そちらはちょっと待っててください。はい、でそれは使いたいですパチパチっていうコメントもありますし、はい、甘いのいいですね、あ、甘いのいいですか、はい、そうですね、楽しみ楽しみの来て、さらに今度お試しで小さいサイズ出ますかですね、ちょっと出ないと思います正直ね、これはもうこのサイズでパッケージしちゃってるんですよね、そうなんですよ、でこれちっちゃいのに詰め替えるとなるといろいろとちょっと大人の事情が大変なんですよね、大人の事情ってなんだっていう話ですけど、はい、まあ大人の事情が絡んでくるんです。でこれなんかまあお試しとかでね、なんか気になる方は何かちょっと何かできればいいかなとは思うんですけど、うん、ね、ちょっと作ってるかって言われると大きさがそのきちんとその正規品のワンサイズのみにはなっちゃうかなとは思います ね、うん、すね、はい、はい、いっぱい来てるのはお値段はって来てますね、お値段がちょっと実はまだね若干未定なんですよ、そう、定まりきってないのが正直なところなんですよね、なんかね、まあ、2000円
ぐらいの話はちょっと浮上してます、はい、多分ね2500円とかにはならないんじゃないかなぐらいの感じ、うん、そうですね2000円か2500円くらいのこのくらいのこうちょっとっていうところがちょっとまだはっきりはしておりません、はいはい、2000円台と言ってきましょうか。そうですね、はい、2000円台、はい、そうですね、まあ、そう一言で、そうですね、はい、済ませてしまっていいものか、はい、でもそんな感じです、はいはい、あ、こんなだからちっちゃくないですよ、もうちょっと大きいです、入ってる量はこれのねちょっと細い版みたいな、うんうんうん、はい、大きさになります。たくさんの方からお試しサイズ作ってほしいですってもうわーってきてますね、わー、はい、だそうです、はい、ちょっと検討になるのかな、はい、ちょっと聞いてみますね、前向きに検討しましょう、はい、はい、前向きに、はい、オーラルプロよりはでも安い感じですねって、あ、そうですね、はい、オーラルさんよりはちょっと逆に皆さん、うん、なんか使いやすさが出るのかなという気がします。あとは12月の何週ぐらいに発売ですかっていうのも、そう、今日あれですよね、僕と落ち合う前に、そうなんです、実はちょっと本社に行って、はい、急に話が出たんです、はい、で今日インスタライブやるよね、紹介してもいい、おお本当っすかみたいなこのノリだったので、はい、で12月ぐらい、12月には出せそうっていう、出せそうっていう話なだけで、うん、詳しくは何も決まっておりませんで、はい、申し訳ないです。なんでちょっと12月のいつになるかっていうのとお値段に関しては、うん、まあ、ね、これから話が出てくると思います、うん、そうですね、で なんなら僕もあの僕が出てるからフェレットワールドの方に、はい、あの僕犬心に出るよって告知してフェレットの方もご覧になってるんですけど、ね、これフェレットワールドではまだ全く情報が出てないです。あ、大変先走ってます。そうです、まあ、でもここあのそうそう、ここだけの情報になってますから。ここが初解禁、はい、なので、ね、うん、もっともうちょっと後に詳しい情報は、はい、各々のあの、ね、SNS 媒体に出させてもらうので、はいはい、まあ、12月ぐらいにめっちゃいい商品出るなっていう感じで、うん、そうですね、はい、ちょっとそのぐらいのちょっとこうなんとなく期待していただけたらいいかなと。で、ね、はい、で間違いなく発売が決定したらお日にちですとか、うん、価格ですとかあの SNS でご紹介はしますので、はい、逐一チェックをしていただけたらいいなと思います。ぜひぜひ皆さん周りの方に12月にいいの出るぞっていうのを、はい、そう言っといて、そう、ね、あの拡散しといてください。そうそうそう、言っといていただけたらすごくいいです、はいはい、よし本社に突撃だってコメント来てますみんな知りたいですねぜひ。でもなんかちょっと本当に期待して良い商品だと思いますので、はい、ぜひ、うん、はい、で大丈夫かな、そのぐらいで DS 大丈夫ですかね。はいはい、はい、でもう30分予定が42分になりました。はい、じゃあ次最後なんですが、最後、はい、何にもないからあれです、イベントのご案内ですね、はい、これは犬心東川口店でのご案内ですね、はい、ごめんなさい、東川口店のみになっちゃうんですけれども、でさらにさらに今日ですね、今僕と佐藤マネージャーだけ映ってると思うんですが、実は実はもう一方いますんで、はい、緊急登場してもらいましょうか、佐藤マネージャーほら、なんかすごい後ろの方でなんか言いたげですよ大丈夫かな。今日ですね、あの僕インスタライブ前回やったからもうできるだろうと話をしてまして、全然できないよって言ったんですよ、はい、私はで、ただ忘れちゃったからって僕来たんですが、あの今度犬心東川口店の佐藤マネージャーが演者になりまして、演者なのかな、はい、いつも演者かどうか分かりませんけどね、三枝チーフっていう方がカメラマンになってくれる予定で、僕は何も言ってないですけど突然登場させました。なんかどうしようってなってる、お疲れ様もうね、ほらちょっとねすごい緊張してるのよ、きっと佐藤さんちょっとご紹介してください。あ、私が紹介するの、あ、のすいません、あのちょっと最近なんか見慣れない人が東川口にいるなってもし思ったら、はい、思ったらですけど、はい、実はあの三枝さんはですね、私がこの会社に入社したのがかれこれ20年前になるんですけれども、その時の店長さんだった人なんですね。あれれれれそうそうそう、私がだから20歳の時に店長さんをされていた方なんです。だから犬心東川口店の初代の店長さんということに。恥ずかしい。お、そう言うとすごいですね。そう、初代って二代目しかいないんだね。それまでですよ。それまでなんですけど、そうだった、あの要は女子だった方がですね、はい、最近ちょっとあの戻ってきてくださってお手伝いいただけることになったんですよ。なのでちょっとこのなんかおばさん感すごいですけどごめんなさいね、あのフェレットのお店とは違くてちょっと若々しさとかね、フレッシュさはないかもしれないです。安定感を求めていこうかな。喋ったら止まんないから言ってくださいね、本当にね。僕が聞いてあるのが、落ちた、佐藤マネージャーが、はい、え
おしゃべりモンスターだっけ。いや言ってるのは岩波店長だけです、うん、おしゃべりモンスター。おしゃべりお化けの佐藤マネージャーと接客モンスターの三枝チーフと、はい、今ちょっと申し上げていいですか、はい、はい、来た三枝さんお疲れ様です。お疲れ様です。あとはですね、3名様が拍手の絵文字を。ありがとうございます。そうだったんですね。そうだったんですか。存じ上げてます。お世話になっております。来てますよ。知ってるのかな、はい、そうだから20年前だから、ご存知の方もそんなに多くはないと思うんですけど、はい、思います。はい、でもその当時はね、八木下だったから、はい、ちょっともしかしたらあお名字が違うんですよね。そうなんです、はい、そうなんです。だからちょっとなんかお名前に聞き慣れない方でも、はい、もしかしてっていうのはあるかと思いますけど、ちょっとこのお三人でいろいろやるから、はい、申し訳ないんですけれども、本当にごめんなさい、はい、先に謝っときます。お許しください。佐藤マネージャーがお休みでも三枝さんがいらっしゃれば、佐藤マネージャーの元上司って思っていただくと、う、ね、もう全然問題ない。分かんないことがあったら、はい、ぜひとも入っていただけたらと思います、はい、いない日は頑張って埋めさせていただきますので、よろしくお願いいたします、はい、で今後は、東川口のインスタライブは、はい、その佐藤マネージャー三枝チーフで回していただこうと思います、はいはいはい、でまた何かあったら僕がこっち来ると思いますんで、しょっちゅう呼ばれちゃうんだろうと思うんですけどね、今のうまくいかないことが多いと思いますので、はい、どうすればいいですかってなったら、ぜひ教えていただければ皆さん、ありがとうございます、はい、ではじゃあ東川口お二人で、はい、イベントのご紹介この流れでしていただければと思います。もうすでにね、通ってくださってる方は実は長年、そうやっているんですけど、ね、そう年に2回、今度12月の8って8日、8日金曜日、8日、ごめんなさいね、金曜日って言おうと思ったんじゃなくて、8日ね、8日の金曜日から、犬心祭りという、はい、500円のくじ引きなんですけれども、をこれ毎年やってるんですよ、はい、で期間が10日間、だから10日間って10日後っていつだろう、分かんない、その10日後の日曜日までやってるんですけれども、景品がこれ1回500円のくじなので、17、あ、ごめんなさい、17ですって、はい、ごめんなさいね、ちょっと頭がパッパーってなってるからちょっとよく分かってないんですけど、くじ引きをこう引いていただいて、その当たりくじが何にもご用意できてないからなんですけど、ベッド、そう、ベッドとかだし、でっかいぬいぐるみだったりとか、もう本当に様々なんです。で、いろんなちょっと1等とか2等とかだけじゃなくって、なんとか賞みたいなものも存在していて、いろんな各方面のね、岩波さん、いろんな店舗からとかも提供をいただいて、いろんなちょっとくじの景品が出てくるんです。岩波賞もありますよ、はい、もちろんはずですよ、もちろんあります。佐藤賞とかもあって、前回の夏の時はハンモックとか、よくわかんない、私トランポリンとかおでんセットとか、よくわかんないものを景品に出してますので、ぜひそれが一発で当たりゃ相当なんか嬉しいぞみたいな、でなんか全然犬と関係ない景品が当たったりしますので、ぜひ楽しみにいらしていただけると良いな。なんかもうちょっとガチャガチャっとした、はい、バシャバシャっとしたお祭りになってると思いますので、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。はい、よく分かんなかったよねワンちゃんちゃんも、はい、ワンちゃん用のものも当たるしそうです。なんとか賞っていうのは、はい、人間の、はい、飼い主さんが喜ばれるようなもの入ってるわけですね。ベッド賞とか、うん、本当にワンちゃんとか猫ちゃんたちが使うであろうグッズの賞ももちろん入ってるんですけど、はい、よく分からないけど NC 賞でポットが当たったりですとか、ちょっと本当に様々なので、うん、何があるとはちょっと申し上げにくいんですけど、ちなみに私たちのこの高さくらいの怪獣のぬいぐるみとかもいたりとかしたりするので、それは佐藤さんの趣味です。趣味、そうですね、だからかわいそう、あ、そうね、社長の趣味な、はい、なんとか賞って書いててちょっとセンスないなっていうのがあったら、もうその人のセンスでしょ。あ、岩波さんのかな、そうですね、岩波賞でクソみたいなのが出てきたらちょっと岩波ダメだなでしょ、うん、岩波画伯が何書いてくるか分かりませんけどね、あ、それいいですね、T シャツいらないよ、 T シャツいらないよ、でもそういうね、ちょっとね、不思議なものがたくさん当たったり、でもなんかそのためになるものが当たったり、もうちょっとほらくじだからね、何が当たるかはその年のもうちょっと運次第というところで楽しんでいただけたら良いかなと思いますよ、はい、ほら外れくじも、あ、そうでね、外れっていうかくじですから、白いくじもあるわけですよ、何にも書いてないくじもあるんです、空くじですね、
白くじね。白くじか。白が当たったのか。なるほどね。で白くじが枚数を集めていただくと景品と交換ができるシステムになってますので、はい、損はさせないですね。そうだから外れはないと思ってください。意味わかんない。ものはいいよね。まあでもそうだから3枚とか集めると3枚の景品と交換できるスペースからこう交換できますよとか。はい。だから手ぶらでは帰らないと。そうですね。そうです。なんかね、はい、すごい量になっちゃう人がいます。はい。枚数狙いの人。ね、たくさん結構いるね、はい、だってカートが当たったりするから。なんだって、なんですかそのよくわからない白くじでね。そう白くじを、ね、そう、何百枚になるんだけど集めていただくとそのあなんか変えられたりとか、ベッドも白くじで交換できるものもあったりとか、本当さまざまなので、ちょっとわけがわからなかったら聞いてください。お願いします。はい、はい、質問来てます。はい、一人何回までくじ引きできますか？制限なしですか？なしですよ。何千枚って用意してるので大丈夫ですよ。いくらでも作ります。大丈夫です。余計なこと言ってるから今回は岩波賞出るのって来てますよ。出ます、出ますよね、岩波さん。いい、ね、お隣さんに出してるんだよね。いやあのこっちに。そう、その時期に同じく熱帯祭りというのも実はあの同時でやってるんですよ。だからまあなぜか岩波さんは熱帯さんびいきをするので熱帯さんには景品が行くんですけど、うちには来ないっていうよくわからないシステムになってたので、ぜひ岩波さんに期待しましょう。はい、はい、あとは、はい、はい、ありがたいお言葉が多いですね。前回ビッグぬいぐるみ当てました。当てたー、いつもやりすぎちゃう、今年もやりますとか、いつも豪華景品ですよね、楽しみにしてます。はい、嬉しいお声がいっぱい来ております。はい、ありがとうございます。また期待してお待ちください。はい、大丈夫ですか皆さん。なんかごちゃごちゃです、すいません。犬心祭り、あ、平均もこんな時間になっちゃったよ。はい、すいませんね、喋りまくるからいけないんですけれども、はい、おしゃべりお化けだからしょうがない。はい、はい、お化け、そういうわけで、はい、退場しますよ。ではじゃあ今日の、はい、振り返りですと、まず、はい、シルバー君ご紹介させてもらいましたね。はい、はい、今東川口店はこの子だけになってるっていうことですね。はい、早く来て、はい、でドッグスピリットのお洋服、はい、はい、僕着てる、ここにもあります。ここにもあります。はい、あとは新商品のジェル、どういったっけ、はい、この辺にいる、あ、これこれ、はい、はい、これです。ご紹介させてもらいました。はい、はい、で最後、犬心祭り、はい、はい、コメントでララポートではやらないのなぜっていうのが来てますね。はい、岩波さんお願いいたします。もともとですね、これ熱帯祭りっていう熱帯クラブがやるのがもともとのイベントの先駆けでして、その隣にある犬心東川口が、はい、まあ、同じタイミングであれば盛り上がるだろうということでやり始めたのがきっかけっていうことですね。はい、まだね、はい、そっちの方面にね、波及してないような、でも実は違う形でくじ引きはやってるんですよね。やってましたね、過去、はい、はい、過去、はい、はい、ただものすごい皆さんあのやってくださるんですよ。あのフェレットワールドでやった時2000枚とか行ってしまって、ちょっとあのショッピングモールの中であのバーって人だかりがねちょっと難しかったんで、私は違うイベントを期待してもいいかもしれない、もしくは 今後ね、犬心って同じタイミングでやるとかね、そうです ね、グループとして、ま、面白いことになるので、ちょっとララポートでも楽しいイベントできるように、はい、また企画したいと思います。そうですね、はい、ぜひぜひやろうかなと思います。はい、はい、長くなりましたが53分、はい、三枝さんと佐藤さん、いい感じでしたね。そうですか、ほら、怒ってるよ、はい、もう急に出さいって言われてますから、はい、犬心祭り参加してみようかな。あ、ぜひお願いします、はい、お待ちしてます、はい、割とあのララポートからの方面のお客さんが祭りの期間中に合わせて来てくださっておりますので、ぜひともお待ち申し上げております、はい、今年も、はい、ララポートでのイベント楽しみにしてます。そうですね、そうですね、ズドーンって、はい、はい、はい、頑張ります、はい、じゃあもうそろそろ終わりますが、最後皆さん駆け込みで質問とかありますか？ありますか？多分きっと次に3週間後にまたなるのかなと思います。祭りの直前に1回やるか。そうですね、皆さんあれですね、祭りの景品とか見てみたいですよ ね、はい、だから間に合うといいな、はい、うん、ちょっ と, ちょっと、まあ、そのね、その時はそんな、ちょ、ごめんなさい、長くできないかもしれないです。もうだって女の人2人だからね、ね、そう、話し始めたら止まらなくなっちゃうからね、長くなるやつ気をつけます、はい、はい、はい、なのでじゃあ次また2週間後、3週間後ぐらいにやりたいと思います。はい、はい、
はい、じゃあ11月の23日か、はい、はい、です、はいはい、東川口店からのライブ終わります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アーカイブ残します。